はい、こんにちは。高学歴婚活系 YouTuber のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はね、婚活の話をやっていくんですけど、これはまあ僕のね、リアルの現実を、話していきます。まず最初にチャンネル登録といいね、ぜひよろしくお願いします。今日はね、僕がちょっとテンション低いっていうことで、まあ皆さんに話していこうと思います。なんで僕がテンション低いか、これ、わかります？ちょっと考えてくださいよ。まあね、なんで低いかというとね、1回目にね、お見合いした人。まあ、学歴はね、高くないし、まあ、容姿もね、別にそこまで良くないと。で、まあ、だけど、バリバリ働いてる女性だったんで、まあね、お見合いを申し込んだんですけど、まあその人と結局お見合いできて、まあバリバリ働いてるっていうのは一応ね、あの医療系のね、会社です。で、おそらくそんなにでかくないんだけど、まあね、でかくない会社でね、医療系の会社で働いてる女性だったんですけど、まあ女性の中では年収が高い方だったから、まあバリバリ働いてるんだろうと思いました。で、その女性とね、先日ね、お見合いしてね、会ったんですけど、まあこれ結論から言うとね、お見合いが終わった後、トライアル、なんだろう、その、連絡先をね、両方がね、どうしたら連絡先を交換して、なんだろう、まあデートができるっていうね、流れになってるんだけど、それがね、ちょっとね、うまくいかなくて、ダメでした。まあね、まあ僕にはね、ちょっとね、学歴の低い女性はね、ちょっと合わないかなって思いましたね。まあなんかね、都内のね、まあ、そこまで有名な大学出てるわけでもないし、まあ女性大体ね、学歴低いですよね。ほとんどいないんでね、学歴高い女性っていうのはね。で、まあ学歴低くて、まあ容姿もまあ宇宙の下とか言ったぐらいで、まあそれぐらいで、まあただバリバリ働いてる人だったんで申し込んだんですけど、申し込んでお見合いしたんだけど、結局ダメだったってことです。で、まあこれからの展開的にはどうしようかなってちょっと考えてて、今までね、比較的学歴のね、こう低い人、年収の低い人っていうのは申し込んでも、学歴低くて年収低くて、まあ容姿もそこまで良くないっていう人は申し込んでもお見合いが成立しないんですよ。だからもうその人は、そういう系の人はね、もう全部省いて、まあ、申し込まない作戦でいこうと思います。で、ちょっとバリバリ働いてる女性っていうのもね、おそらくね、相当ね、高いスペックを、まあ、求めてるんだろうというふうに、まあ、感じますね。まあ、多くの女性はね、僕が、まあ、1ヶ月、まあ、2ヶ月目、まあ、実質1ヶ月経ってないんだけど、まあ、2ヶ月目、なんだろう、2月末から入ったから、まあ今3月だから、まあ実質2ヶ月っていうことにして、この2ヶ月目で僕が思ったことは、女性ってやっぱりね、自分のスペック以上に高い男性を求めるってところがあると思います。なので結局、その婚活市場において、まあ数パーセントとかしかいないところを多分狙いに行くんじゃないかなと思ってます。だから例えばね、まあ年収がね、600万700万ある男性とかね、30代で、まあ、30代で600万700万になるともね、もうおそらくほとんどいないですね。とかね、あと容姿が、身長が高くてイケメンでね、とかね、もうそのあたりがおそらくみんなついてくるわけだろうと思うんですよ。だから、まあ、ここはね、結構難しいんですよね、本当に。女性がね、いろいろ選ぼうとして、
まあ、一部の男性に集中しちゃう、まあ、そういう傾向があるので、なかなかね、難しい現実がありますね。まあ、その一部の女性、一部の男性っていうのは、まあ、結局一部の女性としか、まあ、成婚できないわけだから、スペック低いのに、そういうところに、なんだろう、男性を捕まえようとしても、これ必然的に、まあ、無理になっていくわけなんですよ、女性もね。しかも今ね、26、7、8ぐらいで、まあ、アラサーになったばっかりの女性が、そのスペック高い男性を求めて行き着く先は、まあもう30過ぎるだろうなっていうふうに、まあ僕は思います。なので、まあね、30過ぎた女性っていうのも、まあ魅力ないわけで、より好みしてその年齢になっちゃってるっていうパターンで、まあ僕はそう思いますね。だから微妙なんですよね。もっと若い世代を狙うか。でもね、若い世代ってあんまりいないんですよ、正直。22、23、24とかね。25ぐらいまでかな。あんまりいなくて。で、しかも高卒が多いんですよ、本当に。結構ね、若い年齢の人っていうのは、高卒が多い。高卒しかいないですね。24とか25とかね。大体高卒っていうか、まあ、専門卒とかも含めてね、大卒以外ね、大卒より学歴低い人が非常に多いんで、まあ、学歴別に低くても僕いいんだけど、ただね、なんだろう、その申し込む数って決まってるから、そのなんか可能性の低いような人に申し込んでももったいないなっていうところがあるんですよね、ぶっちゃけ言うと。ちょっと花粉症かな、風邪気味。風邪と花粉症両方混ざってる感じで、ちょっとやばいですね今。で、まあどういう作戦でいこうかちょっと迷ってるんですよね。まあ迷い中です。で、あと2人がね、まだこれからあるんで、まあそこをどう乗り越えるかっていうのも考えながら行こうと思います。今日はご視聴ありがとうございました。